カール・ハインツ・セーラーは、ドイツのフルート奏者、ベルリン・フィルハーモニー還元楽団主席フルート奏者を、務めた。1928年、バイマル共和国、ベスターバルト州ヘール・グレンツハウゼン生まれ、フランクフルト音楽大学で学び、1945年に17歳で、フランクフルト歌劇場還元楽団の奏者となった。その後、デトモルト音楽アカデミーで、 クルトレーデルに学んだ。1950年に北西ドイツフィルハーモニー還元楽団、1952年西部ドイツ放送公共楽団フルート奏者となる。オーレルニコレの公認として、1960年から1969年までと1975年から1993年まで、ベルリンフィルハーモニー還元楽団の首席フルート奏者を務めた。 中断していた機関の主席奏者は、ジェームズ・ゴールウェイである。1967年、ベルリン・フィルの南アメリカ演奏旅行中に、交通事故に遭い、肋骨を折る重傷を負うが、教育、演奏活動に復帰した。オーケストラ以外でも、オーボエのローター・コッホラとアンサンブル活動を行った。教育者としては、 1961年から1968年まで、ベルリン音楽大学の講師及び助教授。1968年から1985年まで、ハンブルク音楽大学の教授。1985年から1998年まで、ベルリン芸術大学教授を務めた。ハンブルク音楽大学では名教師と言われた妻、ゲルトルートと共に教鞭を取った。門下には、 アンドレアス・ブラウなどがいる。来日も数多く、ベルリン・フィルのメンバーとしてのほか、特に1990年代には、ソリストとして、日本でも、リサイタルなどを行った。録音は、ベルリン・フィルとしてのものの他にも、ソロ及びアンサンブルで、バロックから、現代音楽まで幅広い。2005年7月29日、ベルリンにて没。ありがとうございます。